信幸です。折り紙の楽しさを世界中にシェアしています。ああ、僕人見知りだと思いますなんか話のきっかけとして折り紙を持ち出す時っていうのはありますね。最初は母が作った折り紙を触って見えなくても一つ一つ折り目を手で確認しながら自分でも折ってみたいなと思うようになりました。人からいただいたやつを自分で開いて折り方を研究したりとか、自分のペースで勉強できるように YouTube で動画を探してみたりしています。でも画面は見えないので Google Pixel を使うときは Android のトークバッグが指で触れたところをアナウンスします。折り紙くす玉、今日は皆さんと。そうやっていろいろ作っていくうちに他の人にも作品を見せたくなって、このトークバッグのガイドを聞きながら操作して自分で作った折り紙の写真を撮ってシェアしています。自分が楽しいと思ったことをみんなにも知ってほしくて、ピクセルでトークバッグを使えば見えなくてもこんな風に折り紙ができるよ、こんな楽しい作品があるよということが伝えられるかなと思います。